けるかよ。ねえリット、道場に通う気はないの？せっかくフランコ師範が認めてくれたんだし。通わねえよ。俺はその日分の獲物が取れれば十分って言うんでしょ。わかってる。でもなんかもったいないな。リッドならきっと剣で身を立てて。ほっとけよ、俺の勝手だ。羨ましいんだよ。私一生懸命道場通ったけど結局リッドにかなわないんだもん。俺だって羨ましいぜ。どんなに練習したってファラみたいにうまいオムレツは作れねえからな。オムレツね。ごめんね、メルディ。クイッキーが…お前分かってんのか？モンスターってのは凶暴なんだ。僕たちにまで危険が及ぶんだ。集団で行動する以上は勝手な振る舞いは慎めよ。いいな。もういいじゃない。ほら、無事だったんだし。ごめんな。とにかく今後は…メルディ助けられた。ありがとな。礼なんていいよ。じゃあマゼット博士ん家に戻るとすっか。はいな。リット
なんだよ。ピアスはつけてこなかったのか。つけてるぜ。美しい。なあ、もう触んなよ。くすぐったいだろ。メルディおそろい。ああ、もうそうだよ。これは俺たちが会話するためにつけてるわけ。ビッド？鈍いやつ。え？俺、メルディと喋ってる？教えてくれ、お前は本当にセレスティアから来たのか？そうだよ。何か証拠を見せてみろ。バディ、証拠って何？だったら、世界に危険なことが起ころうとしてるのは本当か？セレスティアってどういう技術があるんだ？お前の額についてる石は一体何なんだ？セレスティア人はみんな石がついてるのか？どうした？キール・ランボー！どっちが乱暴なんだよ。まあまあ落ち着いていきましょう。ねえメルディ、あなたがインフェリアに来た理由を教えてくれる？グランドフォール止めたいよ。手伝ってほしい。グランドフォール？レオノア百科全書にも載っていない言葉だな。グランドフォール、セレスティアとインフェリアがギュッてくっついてドカーン。インフェリアとセレスティアが衝突するのか？ディアディウスティウガリハイナ、このままだと衝突が危険なの。そんな。あそことここがぶつかる？マジかよ。どうなんだよ、俺たちみんなぺっちゃんこか？なぜ均衡が崩れる？プロビュール歪曲は症例圧が強制的に高められたことによる副作用に過ぎないということか。いや、それとも逆で、カロリック流動による局地的な症例場の応力がオルバース海面にドカターク作用をもたらすと。メルディ、あなたがインフェリアに来たってことはグランドフォールを防ぐ方法を知ってるのね。ハイナ、インフェリアが大症例集める。そうすればぶつかるが止まるよ。
対象霊と契約するってことか。バカ言え、無理に決まってる。症霊は人間とは違う世界に生きてんだ。ましてや対象霊、会えることも稀なのに契約なんて不可能だよ。まばぬり、バエヌンディエウスご安心。セレスティアン・クレーメル刑事、ここを大将霊入れてね。セレスティア製のクレーメル刑事は大将霊を捕獲できるのか。ううん、クレーメル刑事はインフェリアと同じ働き、パラソルが違う。これあれば大将霊クレーメル刑事入れられる。ならこれを使えば僕のクレーメル刑事にも。はいな、大将霊を入るよ。つまり私たちが世界を救えるんだね。はいな。英雄になれるかもしれないんだ。うーん、いけるいける。ヒル、こいつらの妄想を止めてくれよ。大将霊の居場所についてマゼット博士に聞いてみよう。おい、まさか大将霊を探すのか。大将霊と会うことができればグランドフォールの真偽は明らかになる。大将霊は決して嘘を言わないからな。キール、メルディの協力するのかな。なあ、言っておくが、僕はお前の言ってることを鵜呑みにしたわけじゃないからな。あくまでも真実の追求のためだ。素直じゃないな。さあ、私たちも行こう。